公園土う、公園土う、公園買い、1878年10月1日から1965年12月21日は、新末、中華民国、中華人民共和国の教育者、政治家、職業教育を推進し、また、中国民主同盟、民名、中国民主権国会の指者としても知られる。字は、民の、1899年、 高所25年、文において第一位の秀裁となる。1901年、高所27年、南洋工学特別班で学び、その後、外交課に選抜された。この時、再現場の下で学んでいる。翌年、里試みで巨人となった。間もなく帰郷し、1903年、高所29年に川佐小学などの学校を創設するなど、 幅広く教育事業に携わった。さらに一時は日本にも留学している。1905年、高所31年秋、蔡玄梅の紹介により、中国同盟会に加入した。翌年、蔡がドイツに留学したため、公園土川が同盟会上海支部長となった。1908年、高所34年、両校総督担保に任用されると、その下で、 教育事業に関わった。しかし、密かに同盟会の仲間をかくまうなどしている。1909年、戦闘元年、新長が予備立憲を開始すると、チャンス症状中議員に当選し、詳政調査を担当した。1911年、戦闘3年、侵害革命により、上海を革命派が主中にすると、木はチャンス準部ほど特然を説得して、 革命派に着かせた。さらに木は、チャンスー賞民生市総務課長兼教育課長となり、翌年12月、教育市長に昇進した。遠征街は、木園、土川の名声を聞いていたため、教育総長として二度にわたり昇平した。しかし、木は遠への協力を望まず、これを拒否した。引き続き、チャンスー賞で、教育事業に取り組み、市範学校、 普通中学など多くの近代的学校を創設して、全国でも最高の実績を残している。しかし、1914年、民国3年3月、チャンスート特徴君から侮辱を受けたことに起こり、辞任して帰京した。その後も、公園土川は、教育事業のための国内各地で、調査研究を行う。1915年、民国4年4月には、農商部が組織した、 視察団に加わってアメリカの教育事業を視察した。1917年、民国6年には日本とフィリピンへ職業教育について視察に赴いた。同年5月、公園土川は、蔡玄梅らと共に、上海で中華職業教育者、職業者を設立し、職業教育の研究、提唱のための機関とした。翌年には、上海で、 中華職業学校を創設し、鉄工、木工などの各課を設置して、多くの学生を育てた。コーラの活動には、陳義美コーラの南洋課況や、実業界の支持も集まっている。1922年には、北京政府も新たな学生の中で、中東職業教育の地位を確定し、全国でも、職業教育学校は1209カ所にまで増加した。 その前の1921年、民国10年12月、公園培は、両市委内閣で、教育総長に任じられ、翌年6月には、衆事祭内閣でも、処理教育総長に任じられた。しかし、実際には就任しなかった。1927年、民国16年の上海空出た、4.12、政変では、 中国国民党の上海当局から学抜形成を目論んだという曖昧な理由で、指名手配を受け、職業者も一時閉鎖させられてしまう。その後、再現場への仲介もあって、小介席からも赦免されたため、公園土川は教育事業を再開した。1931年、民国20年から日本との戦いが始まる中で、木は、 公日のための各種民間組織を結成する一方、引き続き職業教育機関の配備に尽力している。1938年、民国27年、公園土川は国民賛成会賛成委員に選出される。以後、孫か、長軍ら国民党人士に加え、周恩来、党必ず武志ら中国共産党の人士とも交流を開始した。1941年、 民国30年3月、重慶において、長君、両宗クララと中国民主政団同盟、後の中国民主同盟、民名を結成し、紀が常務委員会主席に選出された。しかし、この組織は、小解析から激しく非難された。そのため、紀は、批判を交わすこともあって、主席の地位を長乱に譲っている。1943年、 民国三十二年九月、小解析が国民賛成会において、県政移行準備を表明すると、公園土うは、県政月間という雑誌を創刊するなどして、これに備えようとした。百四十五年、民国三十四年一月、共産党が連合政府論を主張すると、公園土うはこれを指示した。六月には、小の命により、延安に赴いて、 毛沢東らと会談し、延安の現状も視察した。日中戦争、抗日戦争終結後の1945年、民国34年9月、公園土川は、商工会や文化会の人士と共に、中国民主建国会、民立を結成し、木は常務理事となった。その後、木は国境の対立を調停し、内戦に反対するための活動を開始する。 しかし、民名の同志である李光、利口白ら危機一太を殺害されるなど、国民党の弾圧を受けてしまう。そのため、木は国民党への反発を強め、国民大会への出席を拒否した。1946年、民国35年12月、民立主席に選出されている。翌年10月、民名は国民政府から非合法団体としてされ、 翌月には活動停止に追い込まれた。それでも木は、上海で雑誌を刊行するなどして、反内線の言論活動を続けた。1949年、民国38年2月、公園土川は北京に向かい、共産党の歓迎を受けた。中華人民共和国成立後は、中央人民政府委員、政務院副総理兼究工業部部長、 中国人民政治協商会議副主席、全国人民代表大会常務委員会、副委員長、民立主任委員、職協者社長などの要職を歴任している。だが、共産党とは政治上の意見をことにしており、特に農民に対する食料の購入と販売を統制する政策には反対だった。そのため、毛沢東から資本家の代弁者呼ばわりされ、その後、 すべての政府機関から排除され、人民代表大会と政治協商会議での肩書きを残すのみとなった。1965年12月21日、北京にて病没。去年88、万87歳。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。